日本関東地方東京都足立区千住千住は東京都足立区の町名。現行行政地名は千住一丁目から五丁目。また、講義には旧千住町一帯を指す。東京都足立区南部に位置する。北京荒川が流れる。足立区は河川が運んできた土砂の堆積により形成された中石定地であり、かつては湿地帯であった。 北千住駅東側には、海抜0メートル以下の地域がある。1930年に完成した荒川が区内を、北西から南東に流れ、足立区を2分し、千住地区は南部に相当する。地域内には、JR 常磐線や、東京メトロ千代田線、東京メトロ日比谷線、東武伊勢崎線、京成本線、つくばエクスプレスが通り、それらが交差する北千住駅がある。 西側の境界を日光街道が通る。駅周辺には本町商店街やサンロード商店街、ミリオン通り商店街など10余りの商店街がある。また、大手スーパー伊東洋華堂の事実上の1号店は千住店であり、大手釣り具店の上州や本店もこの千住にあった。千住は銭湯が多いことでも知られ、夕方には煙突から煙が出て、 独特な匂いがあたりに漂う。近年、東京電気大学が神田から北千住に移転してきたことで、若者が増え活気が出てきた。このほか、東京芸術大学や、帝京科学大学、東京未来大学などのキャンパスもある。山田隆史の小説、キラーレ、松子の一生の舞台にもなり、中島哲也監督、中谷美紀主演の映画と、内山里奈主演のテレビドラマや、 柳内みプロデューサーのテレビドラマ、三年 B 組、金八先生や、親子ゲームなどのロケ現場にもなっている。なお、柳内みドラマの舞台、ロケ地は、住所では、千住と表記されているが、最寄り駅は、東武伊勢崎線、堀切駅である。足立区出身の B と、たけしのギャグトークや著書にも時々登場する。千住花町と、大名行列。 北斎勝千治の辞伝によれば、1327年に、荒井図書正治が、荒川で網で、千治観音像を拾い、この地を千治と呼んだことに由来するという。この像は息子でありこの寺の回帰でもある、荒井兵部正勝によって同時に、渡りやすされたとしている。他には、足利義政の愛称千治の出生地で、あったからという説や、千葉氏が住んでいたからだという説が知られている。 1594年、徳川家康が墨田川に架けた最初の橋が、千畳大橋であった。このことからも千住が江戸の北の入り口として重要視されていたことがわかる。千住は日光街道、欧州街道の宿場として発展した。江戸から一つ目の宿場であり、江戸四宿の一つであった。元の千畳宿は一の五丁目に分けられて、元宿、最初に追加されたは、 新宿、対岸の二丁は、南宿と呼ばれていた。いわゆる、丘場所の一つであり、当時の先導たちが歌った、千住説の一説、千住女郎集は、怒り勝中の上り降りの船止めるというのはこれを指している。また、江戸市街の喉元で、欧州街道、水戸街道の支点として、日光、東北方面への旅人で賑わったと言われている。松尾場所の奥の細道は、 元の国年深川の芭蕉庵を出発し、門人に見送られ、彼らと戦住で別れる時に、行く春や鳥がきをのめは、涙を読み、それを、やたての始めとして、そこから旅が始まるという。また、練馬の大根、目黒の竹の子、オグのごぼうなどと並んで、ネギの名産地として有名であった。明治以降、軍区町村編成法の施行を経て、南組を、 東京府北豊島郡南千住町、北組、中組は併合して、道府南屋立郡千住町都市、軍役所を町庁に置いた。1871年7月17日、千住梅毒院が開設され、宿将棋に梅毒検査が行われている。経済及び統計によれば、1883年の千住塾の売り将棋数374、開脚数4万3000、 1888年には、それぞれ466、6万5千との記録がある。いずれもニクルは4宿においては、内藤新宿、板橋宿を上回っていた。1881年10月11日、三条大上大臣、岩倉右大臣が、東宿に東北巡行期間中の明治天皇を迎え、大隈重信の部の免職と国会解説の命令を受けている。 また、水理の好条件を生かし、官営占住制住所、隅田川駅、占住火力発電所などが置かれ、もって船便の良いことが、近在の孫に広く知られるようになり、昭和20年代まで青物、川魚の朝市が、毎朝のように開かれた。1930年の国勢調査によれば、北都島郡南占住町の人口は5 6千1 7人で、郡内20が、 町村中7位の規模であり、南阿蘇郡千住町は69,085人で、軍中最大だった。1932年10月1日、両町とも東京府東京市の一部となり消滅した。北千住駅前通り、千住地区の現行行政地名には、千住と干渉されたものが多い。なお、北千住駅が設置されているが、行政区分上、 北千住という町名はない。また、荒川放水路改作以前は、南足立郡綾瀬村であった、日の出町、及び、葛飾区に属していた柳原は、現在千住地区に属する。これら千住地区は、東は、葛飾区小菅、四次西は、小台荒川区町や、東日暮里、南は、荒川区南千住、墨田区墨田、北は、元木。 元木南町、関原、梅田、足立と接する。このうち、南千住との関係は、千住塾を参照。現町名上記のうち千住2.3町目、千住橋と町は住居表示未実施。住居表示実施により廃止された、町名2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、足立区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては2018年度から学区行き、または学区行きに隣接する学校のみの選択になる。水上バス、ありがとうございます。